皆さんこんにちは、星の子です。今日はちょっとお話でもしながらメイクをしていこうかなと思います。前回のコメントでゆっくりお話しする動画を作ってくださいって言ってくれた方がいて、そこにいっぱいグーもついてたので、そうだやろうと思って撮りました。まずこの BB クリームを塗っていきます。でそのコメントくれた方が、 YouTube 始めて嬉しかったこと、または大変なこと、 YouTube 始めて変わったことをお話ししてみたらどうですかっていうコメントをいただいてたので、まずそちらのお話をしようかなって思います。これがあと前髪留めるやつどっか行っちゃったから、こうやってやろうYouTube を始めていろんなまあ環境の変化があったんですけど、その中で一番大変だなって思うのは睡眠時間が減ったことですかね一日の生活スタイルがガラッと変わりました。まあ、それはすごくいい意味でもあるんですけど、まあ、YouTube を始める前の妊婦中っていうのはもう家でほんとぐうたらしてて、ヨガ行ったりとかしてまったり、ほんと引きこもり生活で、出産してからはすぐに引っ越しをしたので、引っ越しの片付けとかでバタバタしすぎてて、もう目まぐるしい毎日って感じで、子供もね、最初の3ヶ月とかは3時間に1回とかのミルクなので、すごい余裕がなかったような時期を過ごしつつも、まあ、なんだかんだ気づいたら引っ越しの片付けも終わり、育児も慣れて3時間おきのミルクも終わって、余裕が出てきた頃に、ああそろそろ私も何かしたいな、しなきゃなって思って、普通に働きに出るのはちょっと子供がまだちっちゃいし預けれる状況でもないので、てか預けたくないし、まだどうしようって思った時に、ずっとやりたいと思ってた YouTube をやろうって、もう今だって思ったんですよね。こう自分がいろいろ発信していく立場なので、まあいろんな覚悟を持って YouTube を始めたって、まあいろんな過去の動画でも言ってると思うんですけど、まあその覚悟の中に、 YouTube を始めるからといって育児家事を絶対におろそかにしないっていう風に決めて YouTube を始めたんですよ。 YouTube 一本上げるのにすごくね、時間がかかるんですよ。まあ、撮影時間もそうですし、編集時間もそうなんですけど、その一本の動画の内容を考える時間だったり、事前準備だったり、機材を揃えたり機材を準備したり、結構一本の動画を作るのに時間をね、かなりの時間を費やすんですよ。まあ、じゃあそんな中、自分の一日の中でどこに YouTube の時間を割り当てるかっていうと、やっぱり子供が寝てる時、子供の昼寝、もしくは機嫌がいい間に撮影をして、子供が寝静まった夜に編集をするしかないんですよね。同じ時間に早めにベッドに入って寝たりとかしたいんですけど、やっぱりそれがどうしてもできなくなって、睡眠時間がなくなったっていう感じかな。まあ、その最初の出産してからの3ヶ月間もすごく睡眠不足だったんですけど、その睡眠不足とはまた何か違う睡眠不足に毎日悩まされてますね。8月は夏休みで、結構学生さんとかも多く見てくれるのかなと思って、結構更新頻度を上げてたんですよね。朝方まで編集するっていう日が毎日ではないですけど、まあただあって、チークシーリングシーリング、夜泣きも始まってきたし、夜泣きで熟睡できないっていうのと、あとは眠さを通り越しちゃうと人ってね、寝れなくなっちゃうんですよね。っていうのを繰り返して、ちょっと8月はさすがに気持ちがちょっとって正直なっちゃってたような時期だから、人って睡眠って大事なんだなってちょっと改めて思いましたね睡眠時間が本当に減ったっていうのが、まあ大変なぐらい。編集自体すごく楽しいし、撮影してて、なんか撮影のこととかを考えるのもすごい楽しいし、自分自身 YouTube 見るのがすごく好きなので、やっぱ自分がこうやって配信できるっていうのがすごく嬉しいし、皆さんからやっぱりこう反応がもらえることがすごく嬉しいですね。反応がもらえるのがすごく嬉しい。時には厳しい言葉とか
あとは結構マイナスな言葉とか書かれたりもするんですけど、まあそういうのも覚悟の上で YouTube を始めたので、そういうのもありがたいと思いながらコメントを読んでるんですけど、ご指摘はありがたく、あ、そうなんだと思って勉強になることたくさんあって、自分なりにこう配信していく上で成長できることがすごくあるっていうのがすごく自分にとって良かったことだし、そのマイナスな言葉って言ったらいいのかな、なんかまあそういうちょっとあんまりこう見てて気持ちが嬉しくないようなコメントとかもあるじゃないですか。そういうのをなんかこう自分でプラスに捉える力っていうのが身についた気がします。そういうのが良かったことかな。はい、眉毛終わりました。これでノーズシャドウやろう。これキャンメイクのものなんですけど、これお気に入り。これもノーズシャドウ代わりに使います。よくどこから活力が出るんですかって言われるんですよ。どこから活力が出るのかって私もよく考えたんですけど、やっぱり、まあ、子供がいること、主人がいることが一番で、小さな、なんだ、楽しみでも大きな楽しみでも夢でもご褒美でも考えておくんですよ。小さなご褒美だとしたら、例えばなんだろう、あ、この洗濯物全部畳んだらおちびさんとベッドでゴロゴロできるとか、この洗い物が終わったらゆっくり見たかったテレビが見れるとかこれを終わらせなきゃ絶対にできないっていう風にするんですよ、自分に。そうするとやり終えた時のなんか達成感とか喜びがすごいし、たとえ大きな夢とか大きな目標とか大きなご褒美だったとしたら、大きければ大きいほど頑張ったってなって、次の活力にもねつながると思うんですよ。ご褒美を作っておくことですね。私はそのエステとかネイルとかマツエクとか美容院に行くっていうことがもう本当に私にとってのご褒美なので、主婦だとしてもそういう日を作っておくんですよ。美容デーみたいな、まあ、主人に協力してもらえるようなありがたい環境にいるので、とことん主人にそういう時は頼って、それが私にとっての活力につながることかなって思います。最近お気に入りのリンメルのショコラスイートアイズ012番、まずこの明るい色を全体にのせます。エステとかネイルとかについてもお話ししてほしいっていうリクエストを書かれていたのでお話しします。美容室は月に1回行ってて、ネイルもまつエクもエステも月に1回行ってます。まあ2日間かけてバーって行くんですけど、やってることといえばもうそのぐらいかな。本当は体を鍛えに行ったりとかヨガ行ったりとかしたいですけど、今はそんな感じですかね、美容関連で言うと。次この真ん中の色で、ネイルは本当は自分でセルフネイルでジェルをやってたんですよね、真夜中に。それも子供が寝た後に。でも YouTube を始めてから編集をする時間っていう感じになっちゃったので、ネイルやる時間っていうのもなんかこうもったいないな、だったら編集したいなって思っちゃって、最近はネイルもねセルフじゃないんですよ。まつエクと同時にこうやってもらえるところがあるので、そこでやってます。最近は今のネイルこんな感じです。カバンのデザインをちょっと真似てもらいました。あんまりストーンつけたくないんですけど、まあちょっとたまにはいいかなと思ってそしたらこれとこれを混ぜながら目尻だけちょっと彫り深なメイクが秋っぽいかなと思うので、最近は結構締め色をこの辺にふんわりのせてます。ちょっとだけ目頭側にも。で、ブレンディングブラシでぼかして、下まぶたにもこの色をのせます。あ、ブラシはねシグマっていうのをよく使ってます。と集中すると喋れなくなっちゃう。あ、ちなみに今日もカラコンは入れていません。カラコンが苦手なんですよね。あと主人もねカラコン入れるとね嫌がるのでそしたら一番この濃い色をチップに取って、目の際だけ全然目力が違うこの締め色をどう使うかっていう
で目の印象が変わりますよね。下まぶたはちょっと怖くなるので塗らない。リンメルの一番のお気に入りはちっちゃいスクエアになってるパレットの部分にキラキラのねラメがあるんですよ。全色に入ってるんですよね、このキラキラのシャドウが。これがねいいです、一個のパレットについてるってことが。涙袋に塗るとすごい可愛い。あ、そう、あとよ、オフ会やらないんですかっていうコメントもよくいただくんですけど、前々から6万人ぐらいになったらやりたいなって思ってて主人とも話してます。こんなやつのオフ会来る人いますとか思ってリキッドアイライナーは目尻だけラインを引くっていうのが好みです。でもちょっと太めに。オフ会でもやりたいなって思います。皆さんと交流する場っていうのが欲しい。こんなやつの動画をどう見つけてくれて、どういう風に見てくれてるのかとか気になります。マスカラはこのリエンダのやつです。リップは最近買ったディオールのルージュディオールリキッド797番のマットリップ、こんな色、これを塗って完成です。マットなのに乾燥しないし、1日1回塗れば色が落ちないんですよ。これはい、できました。まあこんな派手派手なメイクして今日出かける予定ないんですけどちょっとメイクしながら話すと何話したかちょっと自分でも忘れちゃったんですけど登録者様が4万人達成したということで、もう本当に感謝の気持ちでいっぱいです。時間のある限りコメントとかもいつも読んでるので、遡って見れてないコメントとかもあると思うんですけど、まあインスタとかツイッターの方にもいつもコメントとかリプをくれて本当に嬉しいです。いろんな方からのね、なんかこう意見とかアドバイスとかをいただけて本当にありがたいです。本当に毎日コメント読んですごい嬉しい気持ちになってます。っていう感じで今日の動画はまったり動画でした。今日の動画が少しでも良かったよって思ってくれた方はグッドボタンとこちらのチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。